アカデミー科学株式会社とは大韓民国にある大手玩具メーカー。業界ではアカデミーの通称で認知されている。1969年9月1日、アカデミー科学教材として大韓民国で創業。当初はソウル市内に本社があったが、後に景気道義政府市の現在地に移転した。子会社としてドイツのゲルゼンキルヒエンにアンテナショップの アカデミープラスチックモデルヨーロッパ GMBH、フィリピンのカビテシューローサリオに、玩具製造工場のアカデミープラスチックモデルと石用、インクを有している。1980年代から日本市場に輸入され、初期の頃から2000年代前半までは株式会社サニー、その後は2015年4月30日まで GSY、SI、クレオスが代理店となって日本国内の模型店。 ガング店に流通していた。その後しばらくは日本における正規の代理店がいなくなったが、2016年9月23日からは株式会社タムタムが日本での提携企業として販売を行っている。初期の日本への輸入プラモデルには大韓民国の大衆車現代自動車1-24ポニーニなどが登場し、成功な作りパーツ制度は評判になったが、 ボディ以外のシャーシ部分のパーツが日本のタミヤ製品1、24日3、ブルーバードコピー品で付属のドライバー人形も同じものであった。ボックスアートのホワイトバックパッケージにも類似性が見られた。過去の日本でもプラモデル業界創業期にアメリカのプラモデルを参考にしながら独自技術を積み重ねた歴史もあるので、韓国のプラモデル創業期における試行錯誤しながらの 過渡期に見られた商品でもあった。その後も主にタミヤ製の類似性を指摘されたミリタリーモデル、エアモデル、モデルカー、感染模型などの製品が多く発売されたため、しばしば論議の的となり、話題になった。コピー元はタミヤに限らず、日本の長谷川や富士見、LS、アメリカのリンドバーグ、イタリアの SC 等、世界中いろいろであるが、古いキットを元にした場合、 機体の凸モールドが大の筋掘りに直され、胴体部品内側に操縦席のモールド追加が行われ部品合わせも良くなっている場合もあるが、胴体断面型や主翼断面型までコピーしきれておらず、部品状態では一見改善されているように見えても、組み上げてしまうと似ても似つかないものになっている製品も存在する。しかし近年は完全オリジナルの設計による、 プラモデル製品も増えており、これらの商品の中には1、48のスマイナス27やメイ29、1、32や1、72のレガシーホーネット等、決定版と言われるキットも存在し、中国メーカーにそれをコピーされる立場となっている。韓国 MBC テレビでの機動戦士、ガンダムシードの放映、ガンプラ人気の高まりを受けて、バンダイコリアと提携し、機動戦士、 ガンダムシード関連のプラモデルを韓国で発売している。また、日東製の大河原国夫デザインによるスーパーディフォルメロボットのシリーズである大河原国夫面白メカワールドオモロイドの金型もアカデミーに引き取られ、一時日本国内でサニーブランドで発売されたほか、韓国でも商品展開された。この他にもバンダイ製の気候師団シリーズ、 キャラクターロボットのキットの金型を借り受けて、韓国で販売されたものもある。過去の類似性を指摘された製品が、絶版にならず、世界各国のホビー市場に、タミヤ製品により安価で輸出され続けている現状があるので、企業が作り出した、プラモデル、創作物の著作権の倫理観が問われている。類似性を問われた商品については、プラモデルのページを参照のこと。 2005年、日本のダイソー産業がアカデミー社の、72. 1、72.1、144、飛行機プラモデルシリーズ13種類を日本向け OEM 商品に仕様変更し、ザ、模型シリーズとして日本全国の100円ショップ、ザダイソー店舗で100円で販売した。箱には入っておらず、ビニール袋に入った商品で一時期大量に販売されていた。 このシリーズの半数以上はもともと同じ韓国のアイデア科学が作成し、カナダのホビークラフトのブランドでも販売されていた製品の金型を使用したものであり、一部の製品は日本メーカーの旧製品との類似性が指摘されている。ありがとうございます。